前段でこの免疫にまつわるいろんなこう学者の系譜ですよね、それをご紹介したんですけど、続いて内臓力ということに関してのいろんな視点からの今の話題ですよね、それをお話ししていきたいと思います。いろんな、あくまでいろんな視点です。いろんな視点、内臓ですが多いですよね。特にこう重ねて書いてますから当たり前なんですけど、免疫との関わりの中での臓器っていうのは意外と今キャッチーでいろいろ話題があります。それを改めてまとめていきたいと思うんですけど、一つが腸内細菌群といわれる腸内フローラ、先ほど紹介した三岡智足先生ですねが提唱された腸内フローラ、腸内細菌、いわゆるビフィズス菌ね、含めたそのビフィズス菌、乳酸菌、この腸内の細菌バランス、はい、その話ですよね。当然内臓力考えた場合には、まだここが内臓ということをブレイクしてませんから、ちょっと抽象的な話しますけど我慢してくださいね。この内臓力にガツンとこの後に入りますが、その後にきちっと定義付けしながら分けていきますけど、あくまで、総論としては内臓、そして話題としては腸内フローラみたいなこと、当然免疫との関わりで重要性が説かれています。または腸が免疫の本部である、まさにというデータも散々上がってますから、これはもう疑いのない事実、前回の動画でもお話をしましたけどね。当然その白血球が作られるのは骨髄ではありますけど、その細胞が実際いろんな外的環境、外的な事物、ものですよね、それは食物を含めたと対峙しながら、免疫細胞として十分にこう成熟する機能を最大に開く、いわゆるトレーニング場所なんです。それをが腸にある、これも事実ですね。そこから血管により、または腸壁を突破してきた細菌に対してチャレンジする、そういったことが常時行われている。ですから免疫本部とするのは妥当ですねという話が今の最先端の論調になってますね。腸は第二の脳である、ね、腸と脳みたいな論調は非常に今盛んですよね。ここを別の言い方してみます。一見次元の違うことのようですけど、脳は働く、理解する、意識する、理解する、分かる、判断する、はい、その中枢は確かに脳ではあるんですけど、面白いもので胃の消化吸収、いわゆる入ってきた異物を自分なりにこなして十分に自分の栄養素とエネルギーと組織に転換変換させる場所ですよね。これ消化吸収ですよね。ですから入ってきたことを自分なりにこなして、いわゆるその説明なら腑に落ちるよ、腑に落ちる説明するね、はい、分かります。理解力と胃腸の消化吸収、これ関係ないとは言い切れないんです。これそうですね。じゃあ、ね、汚い話ですけど、下痢してる時授業に集中できました？まず無理ですよね。はい、ですからなるほど、外部の環境との関わりの最前線っていろんな次元ありますけど、全部一緒なんだってことなんですよ。いわゆる腸の調子がものすごくいい時、ね、消化の吸収もいい時って物の理解もいいんですね。これ不思議なもんなんですよ。ですから体調コンディションで言えば確かに一言そうなんですけど、こういう一見の領域を突破したものの見方しないと見えんのですね。ですから腸は第二の脳である、もっと言うと第一と言ってもいいですねっていう人もいますね、はい、なぜかというと、はい、発生してに先ほどの三木さんの先生の違いです。弟子の西原先生もそうですね。脳と腸どっちが先にできましたって誰でもご存知ですよね、はい、当然原始生物で言えば当然最初は管一本ですから、出口と入り口しかない、そこには消化と吸収しかありませんよね、はい、そう考えると
の腸での判断の方が優位である、はい、間違いないですよね、はい、それをもって腸の消化吸収イコール人間の理解力だみたいな表現が飛躍的に出てくるんですけど、当たらず遠からず、多分度当たりです、間違いないですね。こういう腸は第二の脳である、こんな見方も最近出てきます。そこからこれもちょっと飛躍しますけど、じゃあ腸が感じ取り、腸は考えるという言い方もありますけど、脳のようには考えませんが、腸の役割ですよね。感受という全てを受け入れて感じ取り咀嚼する最大の窓口が腸壁なんです。ですからチャンジュと言ってもいいですね。感じる、もっと言うと感じられる、はい、積極的にはないです。待ってますから、ウェイティング、待ってます。ですから来たものを受け取ります。キャッチーです、パッシブです、感受ですね。これをもって感受といい、感じられるという表現です。これが人間の感受性の基盤なんですね。これは心理的な表現でいうと、まあ、学術用語になりませんが、はい、心情なんですよ。感じられる、もっと言いますよ、湧き上がる思いなんですよ。理由なくそう感じられる、そうですよね、抗えないです。でこっちがどうしても優位に立つんで、なかなかメンタルトレーニングもこいつにやられてイップスになっちゃうんです。そうですよね、はい、恐怖感が基本感じられた時には全てのものがストップしますね、はい、感じられる、ね、心情。ですからこれは総じて当然ですよね、胃腸を意識するのができませんから、無意識世界ですね。そう、その意味で飛躍しますけど、この世界を腸で感じられる湧き上がる思いの世界、ここの秩序はブラックボックスを秩序立てたのが先ほども出てきたフロイトの世界でございます。どうですか、心理学、メンタルトレーニング、フロイトの精神分析、基本中の基本ですよね、はい、これを腸とつなげないと生態を扱うには絶対不十分です。心理学だけ閉じ込めておく世界は終わりじゃないでしょうか。だから何々か何々か何々学問で切って切って切って要素還元で見る癖、それをロジックだ、合理的だ、科学的だと言ってきた時代はもうブレイクしなきゃいけないんじゃない、じゃないと見たいものも見えなくなるんじゃないですかという話。先ほどご紹介した3人の日本の学者は全部その線を取っ払って、よくわからない曖昧なことした包括現象をなんとか外堀を埋めてみよう、輪郭を浮かび上がらせてみようというふうにチャレンジした先達たちのご紹介したわけです、はい、こういうリレーションで少なくとも見てた時に今までよりはよくものが見えてくるし、確実に運転操作がしやすくなります。外堀を浮かび上がりますから、回せます、回せます、いじれますという世界に近づきます。少なくともそのためには、広い目を見ましょう、広い目を持ちましょう。これは我々が、まあ、市営が一番目的としている、なるだけ広い視点を持つように努力しましょうということも一体になるわけです。話が飛躍しましたけど、内臓力ということ、そして主役はどうしたって消化器になります。これはこれからお話ししたいことをもう先取りしてしまうんですけど、基本呼吸器と消化器、もっと言うと呼吸、消化、吸収、排泄が一つのプロセスですね。呼吸と消化吸収っていうのは切って切れない進化史を持っています。同じなんですこれ。確か呼吸論だけでも言えない、消化吸収だけでもない。つなげて考えたい、その内臓力として基本人間の心理的な世界まで関わる、しかも無意識ですよね、はい、その辺の少なくとも見方として知っておいていただきたいと思うわけです。